十コースファスンモスルポオッレファスンからモスルポまで続くチェジュオッレ。十コースの紹介をします。十コースは全長十五点六キロメートルで、四時間から五時間ぐらいかかります。難易度は中です。十コースの主要地点は、ファスン。クムモレ海水浴場からスタートして3 4、三番四でサゲポグサゲ化石発見地ソンアクサン展望台ヘソンギル。 ソアル・オルム4.3偽善者の追悼費、ハモ海水浴場を通って、ハモ運動公園で終わります。コースはチェジュの典型的な畑道を通り、ソンアクサ山へと続きます。その後は平坦な道になります。オルレ10コースは立派な三番山という山を見ながら歩くので、目が離せなくなるコースです。最も美しい海岸線を自負する10コースは、 スイスのラボー地区のワインルートと結んだ友情の道でもあります。道を歩き出すと遠くなっていく三番山が恋しくて何度も振り向いてしまいますが、涼しい風に吹かれて歩いていくと、寂しい気持ちを慰めてくれるかのように、孫悪さ山が出迎えてくれます。舗装された海岸道路を通り、下げポグを過ぎると道は孫悪さ山まで続きます。今までのアスファルトと違って、アスファルトの隣には、 砂の道、堤防の道、海の森の道、岩の道、土の道など飽きることなく道が変わっていきます海岸道路の中間地点には新石器時代のものとして有名な下げ化石発見地があります木のフェンスに囲まれていますが遠くから化石を見ることができますいよいよウッドデッキの道に沿って歩いていくと孫悪山を登り始めます 孫悪さんの別名はチョルウリオルルムですチョルウリとは波が叫び鳴くという意味を持っています。また、孫悪さんには太平洋戦争末期に日本軍が作った陣地洞窟があります。海岸絶壁に沿って穴がボコボコと開いていて近代史の痛みが感じられるところです。チェジュ・オルレのコースを歩くと美しいところだけではなく ところどころで韓国の悲しい歴史の傷を垣間見ることもあります。十コースではソアルオルムアルトロ飛行場があります。アルトロ飛行場を過ぎて海に続く道を歩くと、海岸線に沿って細く緩やかな森の道を通り、最も南に位置する海岸路のハモ海水浴場に至ります。ハモ海水浴場は以前はメルと呼ばれるナマコが。 よく取れたところでメルケ海水浴場と呼ばれていました砂が綺麗で水深が浅いこちらは朝鮮時代にオランダ人のヘンドリック・ハメルが漂流した場所でもあります海水浴場を過ぎて海岸路に沿って歩くとゴール地点のハモ運動公園に到着しますあ、スタンプの押すところを確認されましたかスタンプはスタート地点であるファスン・クムモレ海水浴場 と中間地点のソ・アル・オルムのトイレの前ゴール地点のハモ運動公園にあるので忘れずにスタンプを押して思い出に残しましょう。